じゃあボタン押してください。はい、おい、出てきた。はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、サクッと工作チロルチョコの自販機です。はい、先日ですね、ロボニャンのチョコ棒製造機ってのを作りましたけれども、はい、それと同じだね。うん、今回はチロルチョコの自販機でございますね。はい、はい、じゃあ開けていきましょう。はい、はい、まずは本体の組み立て式一式と、うん、チロルチョコ組み立てパッケージ、輪ゴム、それとステッカー、それと組み立て説明書が入っておりましたね。はい、はい、じゃあ組み立てていきましょう。はい、はい、ということで完成しました。このような形になりましたね。はい、だいたい30分ぐらいでできましたね。はい、エシン君とまた一緒に作りました。はい、はい、じゃあ最後にこちらのシール、これを貼っていきましょう。はい、いろいろあるから、まあ、デコだね。うん、シール貼り終わりましたね。はい、このような感じになりました。あー、綺麗になった。ちょっと可愛くなったね。うん、はい、で一応ここにですね、コイン投入口がありますね。はい、でボタンが3つあります。はい、でこれがチロルチョコのダミーだね。はい、あの大きめのチロルチョコ、うん、あのサイズになってますね。はい、この上の蓋ここ開けて、はい、そうすると、ね、ここに入れ口があるんだ、3つ。はい、ではまず入れます。はい、黄色、青、これ閉めるでしょ。はい、そしたら10円をここに入れてください。はい、はい、じゃあこれ本物のお金でもいけるから。はい、はい、入りました。じゃあボタン押してください。はい、おい、出てきた。いいね。はい、黄色も押してみようか。あ、黄色押すにはコイン入れなきゃいけない。いや、これね、実はね、連動してないんだ。うん、コインはただ飾りですね。はい、でボタン押したら、あ、戻ってこない。あ、これで出てくる。真ん中がね、ちょっとね、いまいち戻りが悪いんだけど、うん、出てきます ね。はい、こんな感じでございます。面白い。それでこの中のさっきのコインはちゃんとここに入ってますね。うん、はい、はい、なのでここから回収できます。それで本物のチロルチョコのバラエティパックを買ってきましたので、はい、これ入れてみましょうか。はい、あ、これ小さい版だから結構スムーズにいくのかな。あ、そうかもしれないね。はい、あのこれよりも小さいですね。はい、おっとっとっと、ちっちゃいチロルチョコだと4つぐらい入れられましたかね。はい、はい、じゃあやってみてください。はい、10円投入。はい、でどっちしますか。出てきた。わ、2個出てきちゃった。おー、いいね。うん、いい。あ、おー、おい、こんな感じですね。はい、はい、これまたね、あのパッケージの商品なんだけど、うん、同じように中の仕組みをですね、普通の段ボールでやって、はい、自由研究にしてもいいんじゃないですか。はい、いいんじゃない。エシン君まだね、自由研究終わってないですから。はい、これ中身真似して、はい、ちょっと一回分解してね、中身真似して作ってみるのもいいかもしれないですね。はい、じゃあ一つ食べようか。はい、うん、じゃあ A ちゃんは普通のチロルにしよう。うん、これビスコなん、ビスケット、ビスケット入り、ビスケット入りっていう、はい、じゃあ、えちゃん、ビスケット入れよう。食べます。あ、パパこのね、うん、オリジナルのチロル好きなんだよ。うん、中にキャラメル入ってるから。キャラメル入ってるんだ。うん、まっ。あー、疲れた体に染みますね、チョコレートは。美味しい。うん、はい、ということで今回はサクッと工作チロルチョコの自販機でした。はい、出た。出ましたね。はい、ちょっと引っかかりが悪い時あるから、輪ゴムを2つとかにした方がいいのかもしれないですね。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。お願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやっていますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。